さあ、3連単、1、4から3番が本戦、1、4から6番の2番人気、3番人気から1、3から4番です。針動きます。3秒、2秒、1秒、各社一斉にスタート、ギューン。さあ、振り出しをスタートはどうでしょうか。4番が若干スタート切り、キミワード選手がスタート切りでありますが、現在3番手までちょっと流れ加減。先行するは1番車は地元の松林選手です。2番手2番車は竹中香取と地元勢。4番車はキミワード選手が現在3番手、やや遅れたか。3番車は山本翔。さあ、そして6番車は田中正樹選手以下です。5番車は地元の番田選手が最高峰。白い勝負が抜けましたが、松林が現在先行中。2番手2番車は同じく地元の竹中選手の展開。4番車はスタートを切ったキミワード選手がありますが、現在3番手。追って3番車山本翔が現在追走中は4番手。6番車の田中正樹はその後方、順位は変わらずか。白い勝負区、松尾がスロットル全開中です。2番手2番車地元の竹中選手が2番手、4番車の君山選手3番手ではありますが、なかなかちょっと突進できない。1、2から4番前3車の台形、後方若干車間が空きまして、3番車の山本翔が追走しています。白い所属松尾が終始逃げを追っていますが、2番車竹中選手が現在2番手、4番車は君山選手が現在3番手の位置関係。1、2から4番前3車の台形です。抜け出しました。1番車は松尾彩の頭、単半が抜けました。2番手竹中選手が猛追でありますが、届くかどうか。4番車は君山選手は変わらずの3番手、どちらから攻めるか。4番の君山の展開でありますが、外へ振り込んでいますが、どうでしょう。主導権が1番車松尾彩、ここはコースをなかなか抑えたような走りです。2番手2番車竹中選手、突進ならずか。あと1周回、1番です。ここは主導権松尾彩選手です。どうやら頭を抜けました。人気に応えそうな気配でありますが、2番車は竹中選手、あるいは4番の君山選手の組み合わせがちょっと売り上げを、さあ配当が上げそうな気配。まずは1番でチェッカーです。人気は5番車です。小原選手から売れました第8レースの準決勝戦です。7秒前、6秒、針動きます。3秒、2秒、1秒、各車一斉にスタート、ギヨーン。さあ、行き足スタートではどうでしょうか。5番車がいいスタート。小原選手は注文通りのスタート。なんとここで3番手、あるいは2番手まで上がってまいりました。主導権、まずは1番車、京阪から安藤選手、カーンが逃げを打つ。5番車、小原選手がいいスタートで2番手、上がってまいりまして、後方3番車、矢野選手、外へ2番車、高木選手が流れ加減です。4番車、中野選手、最後方に6番車、林選手が今一歩上昇の5番手突進です。主導権が1番車、カーンを操る安藤選手、追って5番車、小原選手が現在、追走は2番手の位置です。そして3番車、矢野選手、地元が現在、猛追ですが、こちらもちょっと流れている感じです。小原選手が飛ばしています。さあどうでしょう、届くかどうか。小原現在2番手、3番車矢野選手でありますが、3番手主導権が1番車地元の安藤選手です。追って5番の後方は3番車矢野選手がどうでしょう、先に仕掛けるかどうか。そして6番車林選手が現在どうやら4番手まで、4番手3番手どうでしょう。5番の小原あるいは1番の安藤の遮断機状態、1と5前2車の体型です。3番車矢野選手が現在3番手、さあ6番車林選手が4番手から3番手に上がってまいりました。あと2周回 1000m の攻防戦。1番今まくり観光は5番車小原選手の展開、まくれるかどうか。ここはなかなかコースを抑える安藤の展開でありますが、突破ならずか。5番車小原は現在2番手、6番車林選手がひたひたと現在3番手やってきております。1番なかなかかかりがいいところ、カーンを操る安藤の展開。2番手5番車小原選手、6番車林選手は現在3番手、追って4番車中野選手が現在4番手、3番車矢野選手でありますがその後方の位置です。主導権が1番車安藤選手の展開、まもなくチェッカー目の前に入ります。1番か5番かいずれか、道か押し切りかそのままか。
さあ、2番車、ここは石橋選手から4番車、山崎選手、五所選手の絡みが人気のようであります。3連単サイド、針動きます。3秒、2秒、1秒、各車一斉にスタート、ギューン。さあ、いきなりスタートはどうでしょうか。若干3番、鷲見選手はスタート切り、現在2番手に車を上げました。主導権、まずは1番車、抜いた選手の展開。3番車、鷲見選手、現在2番手。2番車というは石橋選手が現在3番手。4番車、山崎選手、現在追走中でありますが、4番手の位置。後方5番車、松井大和が6番車、五所選手が最後方です。内々に2番車、切り替えを入れます。石橋選手、届くかどうか。3番車、鷲見が先駆け。先に3番車、抜いたを捕まえまして、3番の鷲見選手が先行中。1番車、抜いた選手は現在2番手交代。2番車、石橋選手が現在3番手。猛然と4番車、山崎選手が追っかけておりますが、3番手入ってまいりました。さあ、山崎がここで3番手。5番の松井大和が後方の5番手から4番手。6番車の五所選手、ちょっと苦戦中です。あと3周回へ入ります。さあ、赤い勝負服です。ここは鷲見選手が引っ張っています。赤い勝負服、鷲見選手が引っ張る。2番車、石橋選手が現在2番手から4番車。山崎選手が入ってまいりました。2番手上昇は4番車、山崎選手の展開。5番車、松井大和がその後方の4番手。今、6番の五所の姿が見えてまいりましたが、届くかどうか、ちょっとこれは距離的にきついところ。3番車、鷲見選手、追っかけムードは4番車、山崎選手の展開。外目から5番車、松井大和が振り込んでいます。まくって5番車、松井がどうやら3番手上昇。2番の石橋選手、まくられて4番手交代です。あと1周回へ入ります。さあ、3と4の前2車の体系、3番絡み、鷲見選手が引っ張る。4番車、山崎選手が現在2番手。5番車、松井大和が現在3番手に近関係。3、4から5番の体制であります。なかなか、またもや後輩との組み合わせでしょうか。3番車、鷲見選手、どうやらそのまま押し切ってチェックを受けます。さあ、ここはタイム通りでしょうか。6番車、小原選手が本戦サイドに押されました。6-2-3、6-3-2、人気です。3秒、2秒、1秒、優勝戦スタートしました。さあ、行き足はスタートでどうしようか。たばいた。1番が残す。インから強烈に突っ張る1番車、韓国の安藤選手の展開。2番車、松尾選手を現在2番手発進です。3番車、竹中選手は現在3番手。早くも6番車、小原選手上昇中です。そして4番車、鷲見選手がその候補。5番手は山崎選手です。1番車、安藤選手がどうやら奪還か。2番車、松尾選手が食いついてはいますが、6番車、小原選手がさばき込んで現在3番手。6番車、コーラ選手が現在3番手。2番車の松尾選手の内をどうやら突進です。1番車、安藤が現在先行中。軽犯乗り、1番の安藤が引っ張っています。早くも仁王出しか。6番車、コーラ選手が突進です。6番車、コーラ選手が現在先頭。1番車、カンコと安藤は現在2番手の位置。6番、1番、前2車の体系、あと3周回。さあ、軸は6番車、小原選手、売れております。そして1番車、安藤選手の展開。追って2番車、松尾彩選手、現在3番手。3番車、竹中選手がその後方の4番手の位置関係です。軸は6番車、小原選手、動いています。あと2周回、1000メーターの攻防戦。6番車、小原選手、現在さばき込んで先頭浮上。そして1番車、ここは地元、安藤の展開から、2番車、松尾彩は現在3番手。6番で押し切りムードか、小原。あと1周回へ入ります。軸は完全に6番車、小原選手。勝利の女神はもはや6番に微笑むんでしょうか。1番車、安藤、猛追でありますが、2番手。2番車、松尾選手も前線中。3番車、竹中選手は現在4番手の位置関係。抜け出したら止まらない。6番車、小原選手。チェッカーフレッグへ入ります。
2連単6番1番1120円、2連複1と6の組890円、3連単6番1番2番3310円、3連複126は500円。注目の結果は